そう、なんかね、固形じゃないや、固定ツイートみたいな、ツイートじゃない、固定コメントができるようになったらしくて、私もやってみました。コンタクトをしてない日ってメイクも難しい。そう、あのチェキ会の申し込み今日までだよっていうのを書いた。前髪めちゃほら、どこの毛なのかわからない。お、チェキのニックネーム、あ、チェキのニックネームは忘れずにだよみんな。ここのね、ここも斜めに綺麗にこうやってカットしたいし、大変大変。あ、なんか私今日眉毛さ、あ、なんか今日メイク違うなと思った。眉毛描いてないや、ちゃんと。うわぁ、びっくり。こんばんは。いや、メガネをつけるとこのリングライトが反射しちゃうの、ショールームだから。ショールーム中は通らんといけんくてね。前髪切るね。そしたらもうちょっとしたら、今から切る、なんか前髪が結構自由にのびのびやる環境なのでね、私の前髪の職場は。リオツンがアイスデートしたいと言ってます。しよう、遊ぼう、遊ぼうよ。でも連絡先ないからね、不便だね。なんかソラハさんとアズミンが遊んだ時もさ、マネージャーさん経由であれだったみたいだから。リオツンのマネージャーさんは誰だ。そう、話しがい。もうね、ヘアアイロンをするのめんどくさくて三つ編みにしちゃいました。わあ、結び直そう。リオツも言ってんの、今言ってんの、くるくるも言ってたの。私大人気じゃん。でも緊張しちゃって、私人見知りだから。デートしましょう、しよう。でも二人きり緊張しちゃうかもしれんけんさ、いっぱい子供たちを引き連れていくか。誰と喋ったことある、リオツ二期生だと。リンコとか、リンコ連れてく。サーヤンがマイナス15度の北海道でもパセリは外でアイス食べるって言ってたよ。パセリ北海道行ったことないよ。絶対イメージやん。パセ、北海道まだ行ったことないです。行きたい、食べてそう。確かに髪の毛結ぶ。でも前髪を切りたいけんちょっと切るね。雪食ってそう、最悪。お金払ってちゃんと買うけアイス。え、聞いてほしいみんな。あのね、今日私さ、体調があんま万全じゃないって話をしたじゃないですか。そしたらね、ソラハさんが玄関の前にお手紙とお鍋とアイスを買ってきてくれてて、やばくない？鍋で体を温めてね、アイスで体冷えるかもやから、毛布にくるまりながら食べてね、いつでも電話してね、早く元気になりますようにってくれたの。やばすぎ、やばすぎる、優しすぎる。そう、私の好き女ね、優しい。だからありがとうのテレビ電話をしてました。そう、ソラハさんも大変なのにさ、鍋買ってきてくれた。あ、サプリ、宅配の置き配のサプリさ、今取ったの。このソラハさんの置き配が来る2分前ぐらいに、あ、やばい、私今日あの置き配したやつ外に置きっぱなしやと思って、玄関開けたらなくて、え、盗まれた、サプリ盗まれとると思ったらね、風に飛ばされてて、ちょっと離れた場所に置いてあって、雪が積もってました。最悪、ごめんなさい、ごめん。あ、ギフト読みます。フラペチーノさん、キラキラ、ジェンライさんお疲れ、おみかんさんお疲れ、大吉さんかわいい、おみかんさんかわいい、ふくちゃんお疲れ、ごご、さあちょさんお疲れ、スプマンテさん、ラブレター3個、いっちゃん、タオル、
かまちゃんアイス、いっちゃんお疲れた尊い、シェンさんキラキラ10個、みきみきさん神5個、いっちゃんいいね、かめさん神10個、チャンレナ神、ジョナラゴさん神5個、りょうへいさんお断りです。こんばんは。マクバヤさんハートありがとう。ねえねえ、コンタクトしない日はさ、あのさ、ムズメイクぼやけながらした。そう、早く荷物入れろってさ、みんな言ったのにさ、私忘れてたんよ。奥さんとのツーショット、え、見ました。なんか私さ、奥さんと写ってる写真ほぼニヤニヤしてるやつだったびっくりした。あ、私ってこんなに普段にやけながら立ってんだなってステージ思うくらいにやけてた。いっちゃん花束とハート、クックさんキラキラ、ジンレイさん神5個ありがとう。こんばんは。やっほー。で、前髪切ってもいいですか。切るね。で、前髪切りたいけど今日眉毛を描いてない、適当に描いてるってことに今気づいてしまって、ちょっと前髪を上げれないんだね。ねえ、ちょっとね、ちょっとどうしよう。今日はこれでいくか。前髪伸ばそう。今日は前髪ありでパッツンでいようかな。オフで配信終わってから書き忘れてたんよ、ちゃんと。しかもコンタクトしてないからね、確かに切れすぎそう。また今度切ろう。困り眉。眉毛描く？描けるかな。書いてみるか。めっちゃね、コンタクトしたらよかった。今日は外出は玄関の前の置き配を取ったぐらいあとソラハさんから来たお鍋をね取ったぐらいです。ジャイアントコーンくれたの。アイス買いに行きたいな、でもなって、なんかあんま体調良くないし寒いしなと思ってたら玄関の前に届いてました。お礼しなきゃ。スケモンさんバラありがとう。バラちょっとやっぱ前髪切りたい。切る。思い立ったがなんとかって言うし、ちょっと眉毛を描いてから切るね。ちょっと待ってよ、眉毛を描きます。やばい、眉毛描くやつどこ。やばい、コンタクトしてないから見えない。私の眉毛描くセットはどこにあるの。ないねえ、ないです。私のさ、眉マスカラどこ。眉マスカラ見つからん。どこ。おーい、おーい、眉マスカラどこ。何よ、あれ、嘘じゃない、眉マスカラが、なくなっちゃった。どこ行ったの。ワイの眉マスカラくん消えた。消えちゃった、眉マスカラ。どこどこどこ、ないもん。今日使ってないんだよね。東京に忘れてきたの、もしかして私。嘘じゃん、明日使えないじゃん。どこなの。コンタクトしないから何も見えませんよ。どうしよう、マジ
しれないです。ピンチ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 。みんなない、消えた。パセリの七不思議、マユマスカラが、あ、待って、やばい、私ここにあった。え、今ね、こうやって眉毛セットを持ってきた、眉毛描くセットを、そこに入ってました。やばい、ボケてるわ。ありました、すいません。ちょっとピン持ってくる。ボケてるってやめてよ。まだやめて、もうちょっとしてからにして、もっと50代ぐらいにして。眉描く、眉毛を描きます。やっぱりほんとボケてる。眉毛描きたいと思います。でもさ、ほんとにコンタクトがないだけでこんな見えないもんなのかって、うん、絶対違うな、この描き方。うん、こんなだっけ、見えない、こんなマロみたいな眉毛じゃない。